こんにちは、グランピーです。今日は新しい荷物の運搬方法についてご紹介いたします。内容はですね、新しい商品が入荷しましたので、そちらのご紹介となります。もう早速ですね、ご紹介します。こちらです。レジスタントの、新しい商品、プレートキャリア、こんな感じですね、になります。はい。でこれは一体何かと言いますと、この中にですね、あるのが、よいしょ、よいしょ、よいしょ、これですね、あのスイフトインダストリーズのゼイゲイストサドルバッグとかですね、その他荷物を運搬するときに使うこのキャラダイスというメーカーの、サドルバックサポーター、こちらに取り付ける、パーツ、アクセサリーとなります。で、これはですね、バックマンの QR スポーツという、一番グランピーでも人気で、いろいろ使いやすいコンパクトなタイプなんですけども、こっちの、今ここに装着しているエクスペンドという一サイズ大きいタイプ、こちらにも装着できます。はい。で、一体どういうものかと言いますと、こういうですね、プレートがプレートタイプになります。これ後ろにですね、しっかりとプレートが入ってます。これを、サドルバックサポーターに装着します。もう裏側がマジックテープになってますので、あの装着は非常に簡単です。こう抱きつかせるようにグッと回して、マジックテープでこう固定するという感じです。よいしょ。で下も両サイドもこういう感じですね。はい、これで装着完了です。で、ここにこのストラップを装着するという感じですね。これよりですね、実際に装着したものの方が分かりやすいと思うので、こっちでやってみましょう。よいしょと。でこれをつけると何がいいかと言いますと、このパイプだけだとですね、どうしても荷物が落ちてしまうことがあります。それをこのプレートをつけることで、ちょっとコンパクトなですね、ものも運べるようになるという感じです。よいしょ、ちょっと待ってくださいね。はい、はい。では早速ですね、これをこうやる、こうします。でこれもこうします。でいろいろですね、カラビナをこう引っ掛ける部分とか、今後拡張させることができる、パーツがですね、このプレートについているので、自分仕様にですね、まとめていってもいいかなと思います。で、グランピーに今回入荷してきたのはこの、ストラップですね、が付属しているものになります。これは今からこうここにですね装着するんですけども、うわすごいなと思うところがあります。この、バックマンのここに、すぐ外せるようにですねパイプがあるんですけども、ここにですねこれを引っ掛けるようになってます。で、折り目がこうついてるんで、これをですねこうやって引っ掛けるんですけど、よいしょ、ちょうど折り目がですねここに引っ掛かって全然抜けないんですよね。うわすごいなと思いました。これはよう考えられていると、僕はちょっとすごい驚いたところでもあります。で、これをですねプレートの真下に通します。ぐるっと、はい、こっちもぐるっと通します。こんな感じですね。でこの穴が空いているところからこう出してくるという感じですね。あとはこの、引っ掛けのパーツをここにこうスッと入れてロックすると。でこれは挟み込むだけになっているので、非常にこう取り外しも早く簡単にできます。はい。でこれによいしょ、こっちのですねこういうやつですね、寝袋ドン乗せてこうやって運ぶというのができるようになってます。
こんな感じですね。でこれは、まあ、寝袋だけじゃなくて他にも、マットですとか、少しこうかさばる大きなものですね。それこそ衣服を防水バッグに詰めてこう乗せるとか、そういうのもできるようになってます。輪行袋とか、そういうのもまとめてもいいですね。であとはグッとこっちもグッとグッと、縛ってあげるという感じです。これでですねかなり、固定力もあり、なおかつ、この余った紐はですねここでループしてある程度長さ調節できるようになってます。こういう感じですね。シャッと短くするというのもできます。で、すぐに取り外したいなというときはここのですねフックをこうグッと外していただければもうすぐ外れます。こっちもすぐ外れると、こういう風な、作りになってます。で、この、ストラップでですねどうしても、止まらないというような場合はこれ別売りなんですけど、よいしょ、このボレーストラップですね。ボレーストラップの、ラックにつけるタイプというのがあります。これが1本ですね、税込み2860円のものなんですけども、これの一番長いやつがおすすめです。32インチのやつをこのバックマンのここにですね挟み込んであげるとまたこれも、使えるのでおすすめです。これをですねよいしょ、こういう感じでよいしょカチッとでこれでぐーっと引っ張ってあげると、まあ、補助的な役割ですね。こうやって使います。まあ、普段はこの付属しているストラップを使っていただいて、どうしてもこう荷物がですねちょっと重たいとか、これじゃどうしても止まらないという場合はこのボレーストラップ使ってあげてもいいかなと思います。